今日の星章寺も壁毛紋院章章は、鎌倉時代初期に活躍した、女流歌人。新三十六歌山と、女房三十六歌山の一人。直線歌人、藤原真実の次女。弁内氏と五不覚歳少々内氏の姉にあたる。朝を告げる、おんどりの鳴き声に人夜を共にした男女の、しわしの別れの辛さを代弁させた、斧が音の恋歌が絶賛されたことでその名を馳せた。 この代表作によって彼女は斧が音の少々の異名を取るに至った。なおじめの、壁は、完璧の、壁が正しい字だが、岩壁の、壁を用いた、も壁き文人少々とした文献も古来より非常に多く見られるため注意を要する。管理元年頃から、御堀川天皇の女御九条後の女房として出資する。子は、その翌年中宮のに作立され、 翌管理3年に第一王子、秀人親王新を出産。翌上映元年には早くも、この秀人が即位して、国母となる。翌年4月に、陰号戦があって、もへきもんとゴースが、同年9月に御子を南山の末に死産した上、自身も産後の日立ちが悪く、後を追うように落命してしまう。この女院が報じた後に、少々は出家し、 九方聖テラートに移り住んでその余生を過ごした。も壁門院少将は、新直線は歌集以後の13大集や歌合わせの記録にその作品を残している。死没年は不詳ながら、検事2年の現存36人しかにその名が挙げられていることから、その時点ではまだ存命していたことが確認でき、がって仮に後に女房として出資を始めたのが十七歳の時だったとしても、 少々は少なくとも、官理を過ぎる年齢にはなっていたことがわかる。関白左大臣か百州歌読みはべりけるに、おの金につらき別れはありとたに思いも知らて取りやな、クラム、進直線は歌手うまき、第十三連歌三中宮の少々赤月を知らせる。敬明はまた、同金する男女の人よのちぎりの終わりをも告げる。名残惜しい朝の別れ、その辛い国言を、 自分の鳴き声が告げていることなど、あの鳥は知るよしもないのだろう。どこか愚痴っぽいようで裁けてもおり、その感性は、気だるいようで冷めてもいる。感情の言しりを、辛きの一語で済ませておきながら、この淡々とした歌は、少々が恋人と年頃な人よを過ごしていたであろうことを示唆してやまない。そこに、苔国交が聞こえ、もう、朝かと我に帰る。 そんな時にふと人が思うこと、それは、高尚な恋愛の哲学でも低俗な愛欲の発露でもなく、実際にはやはりこうした何でもないようなことだろう。この一見廉歌とは、無縁に思える啓明についての漠然とした思いを述べることで、少々はこの一種に普遍の現実味を付加させているともに、それによって、遠極に表現した恋人との関係には得も言われぬ。 死母の情念を醸し出すことにも成功している。歌自体は平明で、その思考はどこまでも古んだが、それゆえにこの歌は干渉する者の,の想像力を書き立ててやまないのである。この一首は、ご堀川天皇の関白だった球条興味が企画した、関白左大臣か百首二少将が恋歌として栄信したものだったが、これを見た、藤原定家は痛く感じるところがあって、これを称賛した。 その思考が自身の晩年の思考と合致したのだろう。当時、ご堀川天皇の加盟により、戦者として新直線和歌集の編参に当たっていた定家は、この歌をすぐに、それに、繊維入りしている。も平気門印少々の歌は直線和歌集の十三代集に、計六十首が再録されている。伝尊しない。ありがとうございます。